器を使って丸く段ボールを切りました。同じ大きさに包装紙もカットします。形を取ります。段ボールやボール紙などの少し厚い紙と表になる紙をくっつけます。包装紙の上にレースの紙ナプキンを貼ってみました。12本切り込みを入れます。同じ大きさの紙を用意して半分に折ります。そうしたら3分割して折ります。これを半分に折ります。開くと12時まである時計と同じです。合わせてカットしていきます。次は5つ目に入れます。1,2,3,4,5 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 では今度はここからやってみますよ。違う色で始めてみますよ。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 できました。綺麗ですね。次は16本カットします。半分に折ってまた半分に折ってまた半分に折ってもう一回半分に折ります。こうして開くと16本筋が入っています。この紙を合わせて切ります。また5つずつずらしていきますよ。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5できました。今度は同じ系統を使ってずらしてやっていきます。1,2,3,4,5 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 あ、できました。綺麗ですね。これは手で描くことはできない綺麗な模様ですね。もう一枚16本切り込みを入れます。次は7つずらしてみます。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 こんな模様になりました。では今度はここからやってみますよ。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 できました。綺麗ですね。これは手では描けませんね。すごく素敵な模様です。7つ目に入れるのも挑戦してみますよ。1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7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  あ、できました。すごい綺麗。雪の結晶、お花、太陽、光にも見えますね。出来上がった時、わーって嬉しくなるのがいいですよね。金と銀の糸でも作ってみました。クリスマスの飾りにぴったりですね。